北村匠海です。僕が演じたアキラは昭和37年ビンゴ生まれ。母を事故で亡くし、父、そして町のみんなの温かい手で成長していった。ナイーブだけど芯の通った男です。20歳を迎えたアキラが知ったのは母の死の真相と父の優しい嘘。新しい家族もでき、家族の絆の物語は未来へつながっていきます。映画トンビ、ぜひ劇場で。みんなはこう言った。トンビが鷹を生んだ。ミシャコ、親父が死ればよかったって。お母さんの代わりに。アキラはみんなの子じゃけえの。お前一人ならとんだ草薙のに育ったとこじゃ。山あり谷ありの方が人生の景色は綺麗なんよ。海よりも深い父の愛で彼は大人になった。父に僕はまだありがとうを言えていない。アキラトンビ。